うちのパクチーの森、通称パク森の中になんか見知らぬキノコが生えてる。なんだこれ、抜いた方がいいのかな。ちょっと後で調べてみよう。なんか黄色くて薄緑がかってる傘だね。なんかもうちょっと朝から比べるとしぼんでるような気がする。抜いた方がいいんでしょうかね。つうかなんかパクチーがしおれてるんだけど、どういうことだこれ。少し間引かないとダメかな。